はい、こんにちは。大阪市住吉区にある龍ハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日は椎間板ヘルニアの原因は上半身にある、その理由ですね、についてお伝えの方してきます。椎間板ヘルニアって腰で何か起きてるから腰なんちゃうんかいって思うかもしれないんですけども、実は腰じゃなくてこれ上半身ですね。上半身の影響によって椎間板ヘルニアっていうのが悪化してるケースっていうのが多いんですね。なので今日はその理由と、そしたらどうやって上半身自身をケアしていけばいいのかですね、っていうのを今日具体的に知っていただければなと思います。ではまず、なんでこの上半身ですねが影響するのかというと、まずそもそも椎間板ヘルニアになる原因っていうのは、背骨と背骨の間に椎間板というクッションがあって、そこに負担がかかることによってヘルニアってなるんですね。ってことはこの腰のところに負担がかかる状態っていうのが原因ってことは、この負担っていうのをかけなくするってことが非常に重要になるんですね。でこれが例えば上半身ですね、上半身が硬いとどうなるかというと、例えばこう人間っていうのはこう動くときですね、こう動くときっていうのは実は上半身っていうのがしっかり動くことによってこう動作とかがすごくスムーズにできるようになってるんですね。例えばここのものを持つにしても、上半身がまず動くことによって物を持つことができるんですね。これが例えば上半身っていうのがガチガチですね、特に最近デスクワークとか上半身を固めて使うことが多いので、そういったことが積もり積もって上半身の柔軟性というのが低下すると、上半身を使えないので、それでも人間というのは動作も同じようにするためってことは、次に腰が動いて物を持つってことせなダメになるんですね。だから腰だけですね、腰だけを変にひねったりとか、前にしても前のものを取るにしても上がこう動くことによってスッと取れますけども、上が動かなかったら腰だけ前にして物を取るってことをせなダメになるんですね。そのことによって腰ってのが過剰に動いてしまう、それで椎間板に負担がかかってヘルニアになりやすいっていう現状になってしまうんですね。だから腰ばっかり、例えば腰が痛い、ヘルニアで腰が痛いからで腰ばっかり見るんではなくて、この上半身の柔軟性ですね、柔軟性を高めて日常動作の中でいかにこの上半身の部分を使っていけるかですね、ここが非常に重要になってくるんですね。ここの柔軟性を高めることによって動きが良くなって、ものが要は上半身を使って取れるようになるので、ヘルニアっていうのは解消されていくんですね。じゃあ具体的にどうやってこの上半身を緩めていけばいいのかというと、まあ、いろいろやり方はあるんですけども、一番おすすめのポイントが、普段やってる動作の逆のことをするってことです。でこれはどういうことかというと、例えばデスクワークとかで前でこうやって作業してする方っていうのは、前に来ることによって上半身を固めてるんですね。なので腕の位置が前に来るってことは、後ろにやってぐーっと前を伸ばすようなストレッチを多くしてあげた方がいいんですね。で他にも、例えばこう前に来るってことは、肩甲骨っていうのは外に開いてしまうんですね。肩が前に来ると肩甲骨は外に開くようにできてるの で肩がこう前に中に入ってる、そういった肩っていうのは、例えば手を肩に当ててあげて、こう後ろにぐーっと回すようにして肩甲骨っていうのを動かしてあげる、肩とか肩甲骨っていうのを動かして後ろ方向の動きを多くしてあげる。これが例えば前の方向で回すってことをすると、普段の方向と同じ方向をしてしまうので、これ実は全然効果がないんですね。だからこうではなくて真反対の方向、だから反対のことをしていく、反対の動きをしていく、そうすることによって上半身っていうのは緊張が取れやすくなります。これを毎日継続して行うことによって上半身の緊張が取れます。で他にも、例えば下で作業することが多い方っていうのは、上でこう伸びする時間を多くする、だから斜め下でこう手をすること人が多いのは、もう真反対の手を伸び上にして伸ばす時間を作るとかですね。こうやって今日お伝えしたような普段やってる方向の反対側のことをするですね。こうすることによって上半身の緊張は取れやすくなります。これ継続することによってだいぶ取れてきます。で取れることによって日常の動作の中で上半身っていうのをしっかり使って体を動かすことができる、によって腰の負担が減る、で、
椎間板ヘルニア解消につなげることができますので、ぜひ今日の内容を実践していただいて椎間板ヘルニア解消ですねにつなげていただければなと思います。では内容の方は以上になりますね。で、当院のホームページであったり LINE の登録っていうのが下の説明欄から見ることができます。ホームページの内容であったりとか、あと LINE の登録いただくと無料の相談っていうのが、できますので、ぜひそちらの方も活用していただければなと思います。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、では以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。